わかりました。8カメ何してたか。うん、あ、正解。そうです、そうです。今第104回全国高等学校野球選手権大会、通称夏の甲子園ですね、はい、の方が行われておりまして、まあ、今日からということもあったので応援スタイルということで、頑張れということで応援をしていきました。まあ、高校野球のねお話しすると、やっぱり私は2009年の決勝戦がもう思い返されて、この前もね YouTube で見返したんですよ。中京大中京対日本文理のあの戦いがどうしても忘れられなくて、あれです、つないだつないだ、日本文理の夏はまだ終わらないの、名実況が生まれたあの試合なんですけれど、この前もねこう見て、あの時見てたなっていうのをね思い返して、あれもまた泣けてきますよね。まあ、いろんなね試合がありますけれど、ぜひ皆さんちょっと、ね、高校野球の方も見ていただければと思います。覚えてる？そう、私ちょうど中学3年生で、絶対野球部のマネージャーになるって思ったんですよね、あの日。結局ねちょっとバスケ部のマネージャーだったんですけれど、そう思った、その懐かしい記憶もあります。高校野球も頑張ってください。